こんにちは。ちょっとヒートテックがニットの中にヒートテックも仕込んでます。今日はトノのワンちゃんの冬のイベントみたいなのがあって、これからトノと一緒に行きたいと思います。初めて行くイベントなんですけど、トノっていうのは私の愛犬のことです。トノは、人は好きなんですけど、ちょっとワンちゃん同士の交流が得意ではなくて、だいぶ心配なんですけど、お天気もいいですし、ちょっとでもトノの心にとっていい時間になればいいなと思って行ってきます。カモン。もう出かけるのを察して、だいぶなんかワンちゃんいっぱい来るよ。大丈夫そう？じゃあ頑張れる？じゃあトノと行ってきます。はい、道中お腹が空いたのでハンバーガーも買ってます。うん、楽しんでる。トノは想像していた通り、物を飛び越えるとか中をくぐるとか怖がりなのでできませんでした。一個だけできるようになったものがあるので、そちら見てください。頑張るぞ。行きます。頑張ったご褒美に、飼い主の頑張ったご褒美にミネストローネいただきます。帰ってきました。結構いろんなワンちゃんに会うことができてよかったんじゃないかなと思います。帰りの車の中はうとうとしていました。寝るか？昼寝します。せーの、バイバイ。